フアナロサリオモーリーナは、アルゼンチン、ブエノスアイレス出身のシンガーソングライター、女優。ブエノスアイレスにて1961年10月1日に、アルゼンチンのブエノスアイレスで、アーティスト一家の長女として生まれる。父親は有名な単語歌手のオラシオモリーナ、母親は、女優で、モデルのチュンチュナビラホネであり、一番下の妹も、女優や歌手として活動している。 レコードを集めるのが趣味の母親の影響で様々なタイプの音楽に触れて育ち5歳からギターを習い始めた6歳になると父親と共に初めての歌をレコードし母の日にプレゼントしたそしてこの歌は父親によりリリースされ4万5000枚を売り上げた後にはテレビ番組で父親と共にこの歌を披露している1976年 イサベル・ペロンによる独裁政権の影響を受け、家族と共にパリに移り住んだ。そこで、現在はアールドミュージックとして知られる音楽をラジオから聴き、また、スペインのヒッピー家族からインドの伝統音楽を紹介され、この期間は現在の彼女の音楽性に大きな影響を持った。1981年にフアナはブエノスアイレスに戻った。音楽により、 生計を立てられなかったため、フアナは、時間がかからず給料の良い仕事を探すことを決意し、テレビの仕事に決めた。自宅で、オーディション用のテープを作成し、それがきっかけで同日に契約を得ることができた。テレビでの最初の仕事は1988年の、ラノーティシア・レベルデーであり、様々な社会階層の女性を模倣し、演じる、スケッチコメディ女優として活躍した。 1991年に開始したファナ・ワイスース・エルマノスによりアルゼンチンでの最も人気のあるコメディアンになり他のラテンアメリカ諸国にも放送されるようになった。1993年に第一子を妊娠したことをきっかけにこの先の道を考えずっと望んでいた音楽活動を優先するため1994年にコメディアンとして活動を休止した。 初アルバムとなる、ララを1996年にアカデミー作曲賞を受賞しているグスタボ・サンタオラージャによってプロデュースされリリースした。しかし、このアルバムは経済的に成功せず、さらにテレビでしていたような振る舞いを期待している観客にも受け入れられなかった。一方アメリカのロサンゼルスでの評判は良く、ドリームワークスレコードからの依頼を受けることにつながった。 ドリームワークスレコードとの契約には至らなかったものの、この音源は、セカンドアルバムの、セグンドとなった。サードアルバム、トレス・コサスは、ニューヨーク・タイムズの、トップテン・レコーズ・オブ2004に選ばれた。2006年、高橋幸宏、レイ・ハラカミと、ジョイントで、エビス・リキッド・ルームでライブを行った。2009年、フジロックフェスティバルで再度日本を訪れ、 二日間で三、ステージライブを披露した。2015年2月、大観山晴れたら空に豆まいてプレゼンツで、日本ツアーを開催した。2月5日には、大阪のリキッドルームにて、フアナモリーナ X 相対性理論開催。2月8日には、東京、大観山の晴れたら空に豆まいてにて、ワンマン公演開催。ララ ハーラセグンド、セグンドトレスコサストレスコサスソンサンウンディア、ウンディアウェンズレイ21ウエド21ヘイロー、ヘイローアンマル、ライブアルバム。ありがとうございます。